ームハロー YouTube、 どうも小林太郎です。ということでね、今日はですね、これ見て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 関西国際空港に来ました。ということでね、私小林太郎、今日なんと関西国際空港に来ました。なんでここに来たかわかる？わかんないっす。わかんないの？はい。今日なんと中国の上海に行くからです。まあみんなさ、この動画見てるみんなはさ、多分さ、お金ないさ、貧乏人だからさ、旅行の方が行けないと思うから、まあ僕の動画で代わりに旅行行った気分になってくださいよということで、行くぞ行くぞ行くぞ。いやあ、今日は一回も飛行機に乗ったことがない貧乏人のお前らに飛行機の乗り方を教えてやるよ。まずはいろんな手続きをします。詳しくは言いません。ググレカス。いろんな手続きが終わったら10万円の買い物をします。なぜなら10万円の買い物をしなければ飛行機に乗れないからです。10万円の買い物をしたらあとは飛行機に乗るだけです。飛行機にトイレはついてますが、皆さんは汚いのでトイレを使用せずにおむつをつけて、おむつに用を足してください。今回の飛行機は映画が見れるみたいです。私は好奇心に駆られ、少しスケベそうな動画を再生しました。これ以上流すとこの動画に制限がかかるかもしれないので、これ以上は見せません。走行してると機内食が来ました。見た目はあんまり美味しそうじゃないけど、実際食べてみると普通に美味しくなかったです。はい、ということでついに中国に着きました。ということで、私小林太郎は今日今ね、ようやく今何時？ 2 時？今2時ぐらいじゃね？はい、今深夜の2時だよ。深夜の2時にようやく中国、そう、上海に着きましたということでね。いやね、どうせさ、あそこのさ、中国人とかはさ、このクソ日本人、ほざいてんじゃねえよとかさ、思ってんだろうけどさ、俺はさ、興奮してもう言葉が出ません。見てよ、これ。これね、今日泊まるホテルなんだけど、これ、ちょっと勘違いしないでほしいのが、これね、ラブホテルではございませんということで、ほら、こんな感じでさ、もう、何階建て？いや、でかいねん、ボケーって思うんですけど、ほら、これ、なにこれ、酒店。なんて読むのこれ。これ、なにこれ、なんすか？これ、なんすか？これ、なんて読むのこれ、これ。先輩。これ、なんすか？チンコ、あ、これチンコって呼ぶんですか？あ、これチンコって呼ぶらしい。チンコ酒店。じゃあチンコのお酒の店ってことですか、先輩？はい。そういうこと？おお。ということで、今からね、深夜の2時なんだけど、なんか飲食店なんかやってんの、ここは。なんか意味わかんないんだけど、なんか深夜の2時でもなんかやってるとか言ってるから、まあ信じて、ちょっと飲食店行こうかなと。あやーす。今日は中国料理を食べたことがない貧乏人のお前らに中国料理を教えてやるよ。まずはこれだ。料理名と何が入ってるか忘れました。知りたかったら現地に行って食べろかす。そしてこちらが私の大好物のタニシなのだよ。この料理タニシのうんこも入ってて、普通みんなタニシのうんこ食べないらしいけど、私はうんこ大好きなので一緒に食べちゃうのだよ。次はこれ。見た感じあんまわからないと思うけど、豚の脳みそなのだよ。私は中国来る前からずっとこれが食べたかったから、念願すぎて絶頂でプロタンしたのだよ。みんなもこの動画見てるだけで絶頂でプロタンしてると思うけど、マジでうまそうじゃない？うまそうじゃないって言ったら殺す。オーマイゴー、オーマイゴー、ザッツ。ってことでね、今日はですね、私小林太郎、なんか家族の予定でちょっとね、今からね、あんま動画撮れないんですけど、まあね、今日はですね、なんか多分夕方ぐらいからね、ちょっとね、まあまた動画回せるようになると思うんで、まあそれまではちょっと皆さん、ちょっとうるさいな。何こいつ、うるせえよお前、なんだこいつ本当に。まあ昨日はね、ちょっとホテルのなんか部屋紹介とかしようかなって思ったんだけど、ちょっと疲れて寝ちゃったんで、今日家帰ったら話するんで、ちょっと勘弁してください、勘弁してください、すいません。ということで、まあ、とりあえず今日のね、夕方になるまで多分ね、動画撮れないんで、まあ、用事が終わるまではあんまり
ね、しばらくの間動画撮れないんで、まあ、皆さん、ちょっと勘弁してくださいということで、ちょっと今から、用事やっていこうと思います。ということで、私、壊したのは、なんと今はこちら、インビーできましたということでね、今日はね、私、小林太郎ね、家庭の事情で、家庭の用事みたいなやつで、なんか、ちょっとね、午前中動画撮れなかったんですけど、今終わって、ご飯食べに行こちゃ。何やこれ一品何やこれなんこれ一品って読むのこれ地服何やこれなんようわかんないんだけど、まあ、ここに来て、なんかご飯食べていきたいと、よーす見てこれ切ったね、車まあ、こんな感じで、なんか、ちっちゃい小バエとかもいたりさ、お店の中でね、寝てたりとか、なんか、意味わかんない人がいたりとか、まあ、こんな感じでね。ほんとにみんな、気違いばっかなんだよ。俺さ、なんか、発狂してるからさ、日本からしたらさ、なんか、気違いの野郎だなって思うじゃん。違うのよ。ここは、みんな常に発狂してますということで。ほらほら、なんだあいつ。やるか、おい。ん?やるか、おいっていう感じなんですけど、まぁ、こんな感じでね、まぁ、こんな感じですね、まぁ、ここで、まぁ、今からご飯食べて、めちゃくちゃになりたいと思いまーすということで、見ていきたいと思います。ちょ、待って、ご飯食べる予定のところを見失っちゃった。やばい。どうしよう。また私だ。今回はこれを食べていく。料理名はもちろん知りません。ググレカス。まあとりあえず食べていくのだよ。それより周りの人がみんな中国語を話してるから中国に来た実感がすごく湧いてテンション高くなって、楽しい。味の感想を。まあいいんじゃない。でした。次はパクチーマシマシの羊肉のラーメンを食べるのだよ。現地の人にこれをぬぬめって言われたからすごく期待しながら食べるのだよ。感想を言わせてもらうと、美味しくなかったのだよ。でも残さずに死ぬ気で食べたのだよ。スガキヤぐらい美味しくなかったのだよ。はい、ということでね、まあ、緊急で動画撮ってんだけど、今緊急で動画食べ終わりました。じゃあご飯食べ終わりましたってことでね、これ見てこれ。こんにちは。こんにちは。なんだあいつは本当に。なんかさ、ここの人たちさ、こんにちはって挨拶してました。誰も返信かい。はい。返答してくれないんだけど、なのこれ。本当に、不愉快。マジで。こんにちはって言ってんだから、返せよ、本当に。まあ、落ち着いて、小林くん。ここは大人になろうよ、ということで。こんにちは。こんにちは。なんだ、あいつ、本当に。なんなんだよ、ここは。本当にさ、マジで、不愉快。ということで、まあ、ご飯食べ終わったんで、今何するかわかんないんだけど、ちょっと、食事の場所にまた戻りたいと思います。これとかやばくね？これ家これ。はい、チーズ。登録。